真冬。なんだお前は。あれ検事生、八神くん何してんの。いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。うん、こちら森田検事生。それとご存知泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を。いや、弁護人は新谷先生。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ！もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする。検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。お、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
なあ。ああ。どうぞ。おい、八神。なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく。お前も座れ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。え、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ、
12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から強霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。なんだこれは。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。怪しいな。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の強霊会と登場会との構想がある。これまでにも強霊会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は強霊会と敵対する登場会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、
カムロ町のクラブアムール前。松金組若頭羽村恭平と恭霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。このあと検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者を追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。恭霊会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。おいおい、今こんな時に恭霊会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ？簡単に言うけどな、
構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。ああ。まず教令会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。さあ、こちらです。
東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、多忙。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。多忙も手貸してくれんのか？神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。